どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトハピタスがですね、会員ランク制度っていうのがあるんですけども、こちらをね、リニューアルするっていうことを発表いたしましたので、こちらの解説ね、やっていきたいと思います。ということで、今回ね、ポイントサイトハピタスについてのね、話なんですけども、ポイントサイトを利用して ANA マイルとか JAL マイルね、貯められている方、またですね、現金とかその他のポイントとかに、このポイントサイトで稼いだポイントをね、交換されている方はね、今後ですね、ポイントサイトハピタスがですね、メインになる可能性がですね、だいぶ濃厚になるんじゃないかっていう今回の発表がありましたので、ポイントサイトね、いろいろありますけども、利用されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、今回の動画のね、本題に入っていきたいなと思うんですけども、まずですね、ポイントサイトハピタスっていうのはですね、ランク制度っていうのがあるんですよね。こちら皆さん知っておりますかね。気にされてない方もね、結構多いかなっていうふうに思うんですけども、ポイントサイトごとにですね、ランク制度っていうのをね、導入しているポイントサイトが結構あるんですよね。で、ハピタスもね、その中の一つなんですけども、ハピタスの場合はですね、ブロンズ、シルバー、ゴールドっていった形で、このランクがね、分かれているんですよね。で、2021年8月いっぱいまではですね、この旧ランク制度で9月1日からですね、新しい制度に切り替わるんですよね。で、今現在ですね、8月現在はですね、旧ランク制度ではゴールド会員の場合ですね、前月の広告利用分の 2% のボーナスが翌月ね、付与されるっていった形になってるんですよね。ですので、仮に1万ポイントをね、案件を利用して獲得した場合ですね、翌月に200ポイントがね、もらえるっていった形になってたんですよね。これがですね、2021年の9月1日よりですね、リニューアルされるっていうのはね、発表されました。で、この発表された内容なんですけども、今現在はですね、過去6ヶ月の広告利用が対象っていった形になるわけなんですけども、9月1日以降はですね、過去12ヶ月の広告利用が対象になります。またですね、今までは獲得ポイントもしくは広告利用回数でね、こちら判定がされてたわけなんですけども、9月1日以降はですね、獲得ポイントとプラスして利用した広告の利用件数によってですね、このランク制度っていうのが決められていくっていった形になるんですよね。ということで、今まではですね、過去半年分の獲得ポイントもしくは広告利用件数でですね、このランクっていうのが振り分けられてたわけなんですけども、9月1日以降はですね、過去12ヶ月の広告利用が対象になって、なおかつですね、獲得ポイント数プラス利用した案件の件数によってこのランクがね、振り分けられるっていった形になるんですよね。まあこちらはですね、期間がですね、半年から1年になったということで、こちらはね、利用しやすくなったっていった形になるわけなんですけども、獲得ポイントもしくは広告の件数で判定されてたものが、獲得ポイントプラス利用した件数に応じてっていった形になりますんで、このね、後の部分に関してはちょっとね、厳しくなったのかなっていう感じなんですよね。で、このランク制度にはですね、ブロンズとシルバーとゴールドっていうね、3つにランクが振り分けられておりまして、このランクのね、獲得条件がこういった形になってるんですよね。ブロンズランクであれば、過去12ヶ月に1000ポイント以上の獲得、もしくは獲得ポイント1000ポイント以上プラス利用した広告件数が4件以上。シルバーランクの場合は獲得ポイントが3000ポイント以上プラス利用した広告件数が8件以上。ゴールドランクの場合は獲得ポイントが5000ポイント以上プラス利用した広告件数が12件以上ということで、まあこちらをですね、1年間、まあ過去1年の間で達成すると、このブロンズ、シルバー、ゴールドっていった形で、ランク振り上げにね、されるっていった形になるんですよね。で、このランク制度をですね、上げたらどういった特典がもらえるのかっていう話なんですけども、今回のね、9月1日からリニューアルされる大きな特典はね、ここなんですよね。こんな感じにね、なっておりまして、ブロンズ会員の場合は、ポイント交換でボーナスポイント。シルバー会員の方は、ポイント交換でボーナスポイント。で、ゴールド会員の方は、ポイント交換でボーナスポイント。プラス、安心お買い物保証。
14日間以内対応ということで、ゴールド会員の方はですね、これね、2つ特典がつくんですよね。で、このお買い物安心保証の方からね、簡単に説明させていただくわけなんですけども、このお買い物安心保証っていうのは、ポイントサイトハピタスを経由して何かお買い物をされたとしますよね。まあ簡単に言うと、まあポイントサイトハピタスを経由して楽天でお買い物をしました。で、本来だったら、ポイントサイトハピタスを経由して楽天でね、お買い物をするんで 1% だったかな。まあポイントがつきますよね、本来。で、これがね、ポイント付与されなかった場合、このお買い物安心保証ということで、こちらハピタス側で保証してもらえて、ポイントがね、付与されるっていった制度になるんですよね。ですんで、こういった意味でもですね、ポイントサイトハピタスね、かなりおすすめなんですけども、お買い物安心保証っていうのはですね、このゴールドランクの場合であればですね、14日間以内に対応していただけるっていうのが、このゴールド会員のね、特典っていった形になっております。まあ、このお買い物安心保証っていうのはですね、ゴールドランクの方以外にもですね、保証制度自体はありますので、まあ対応が早くなるっていう感じですよね。で、各種ね、ランクでポイント交換でボーナスポイントはね、もらえるっていう記載があると思うんですけども、このボーナスポイントの部分ですね、これがね、すごいんですよね。ランク別でね、このようになっておりまして、Amazon ギフト券であれば、ブロンズの方が 1%、シルバーの方は 3%、ゴールド会員の方は 5% ということで、ゴールド会員の方がですね、仮に Amazon ギフト券に交換しますよね。そうすると 5% のボーナスポイントがハピタスポイントでね、付与されるっていった形になるんですよね。これすごくないですかね。ちょっとこれね、発表されてかなりびっくりしたんですけども、ゴールド会員の方が Amazon ギフト券に1万円分のポイントを交換したら1万500円になるっていう計算になりますからね。かなりすごいですよね。まあ一応ね、このボーナスポイントについてはハピタスポイントで付与されるっていう風になりますんで、まあ厳密にはですね、 Amazon ギフト券に1万円分交換しますよね。そうすると1万円分の Amazon ギフト券になって 5% のポイント分はハピタスポイントで付与されるっていった形になりますんで、またそこで交換しなきゃいけないわけなんですけども、まあ1万円分のポイントはね、そのまま1万500円分の Amazon ギフト券にすることができるっていった形になっておりますんで、かなりすごいですよね。またですね、こちらの表ね、赤字になってると思うんですけども、 JAL マイレージとかですね、またね、ドットマネーギフトもですね、 4%、5% ね、対象っていった形になっておりますんで、ANA マイルね、貯められている方はですね、ドットマネーを経由して東急ポイント ANA マイルっていうルートにね、なるわけなんですけども、ここもね、プラス 4% っていう風になるんですよね。またね、 JAL マイルに関してはプラス 5% っていう風になりますんで、これね、 ANA マイル、 JAL マイルね、貯められている方でもですね、ポイントサイトハピタスのね、このゴールドランクになってメインでね、ポイントサイトハピタスね、利用していただくっていうのはね、かなりいいのではないのかなっていうふうに思うんですよね。またですね、現金でね、ポイントを受け取っている方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、このボーナスポイントっていうのはですね、現金の交換にすると、まあ、ハピタスから直接ね、現金に交換する場合ですね、こちらは対象外になるわけなんですけども、ドットマネーにね、交換していただくと、銀行振込ってできますよね。ですので、もしね、現金でボーナスポイントを受け取りたいっていう方はですね、ポイントサイトからドットマネーに交換していただいて、そこから銀行振込ですね。そうすると、4%。っていう風にね、ボーナスポイントもらえますので、こういった感じでね、利用していただければなっていう風に思うんですよね。まあ、ANA マイルと JAL マイルに関してはですね、ポイント効果をね、ルートを組んでいかなきゃいけないので、 ANA マイルと JAL マイルに関してはですね、ポイント交換が 100% っていう風になってないですよね。 ANA マイルの場合は東急ルートで 75%、 JAL マイルの場合は半分になりますんで 50% っていう風になりますんで、このボーナスポイントはね、ハピタスポイントで付与されるっていった形になりますんで、 ANA マイルだとですね、仮に1万ハピタスポイントを ANA マイルに交換する場合は、ドットマネーを経由して東急ポイントで ANA マイルになるのが7500マイル、まあ 75% っていう風になりますよね。まあそうするとですね、ボーナスポイントはドットマネーの
4% ということで400ハピタスポイントがもらえますよね。まあこれをまた ANA マイルね 75% で交換するっていった形になりますんで、1万ハピタスポイントをね ANA マイルに交換した場合は合計ね 7800ANA マイルっていう風になりますんで、 ANA マイルの交換率は 78% っていう風になりますんで、かなりねいいですよね。まあこれと同じようにですね、 JAL マイルね交換した場合はですね、ボーナスポイントを入れて5200マイルになるっていった形になりますんで、交換率はね 52% っていった形になるんですよね。いやね、こういった感じで利用できるっていう風になりますんで、このポイントサイトハピタスのねこのランク制度のねリニューアルねかなりすごいですよね。個人的にはねポイントサイトハピタスねメインで利用していただいてですね、ランク制度ねゴールドに上げていただいて利用ねしていただきたいなっていう風に思うんですよね。それでは次にですね、今回ねこのランク制度をリニューアルされますということで話ねさせていただいているわけなんですけども、このね達成状況の確認方法もね公式サイトに記載がありまして、2021年9月1日よりですね、こういった感じで PC 版のハピタスは通帳ページ現在のランクタブから確認することができて、スマートフォン版はハピタスのマイページ、アプリ版はハピタスのマイページからこの達成状況をね見ることができますので、こちら9月1日以降っていう風になりますんで、9月1日ね開始になりましたら、こちらからね自分のランクがねどんな感じになってるかっていうのを確認ねしていただければなと思います。それでは次にですね、今回ねこのランク制度がすごいっていった形になりまして、最大ね 5% のボーナスポイントがもらえるわけなんですけども、案件をね利用しなきゃいけないですよね。ゴールドランクの場合は過去12ヶ月に12件の案件利用プラス獲得ポイントが5000ポイント以上ね利用しなきゃいけないということで、またねこの12件の広告利用なんですけども、同一の案件を利用しても1つのカウント、またねモニター案件で複数回利用しても1つのカウントっていう風にしかなりませんので、いろんな案件をね利用しなきゃいけないですよね。またですねこちらの案件はカウント対象外っていうのも記載がありまして、アンケート広場、ハピタス検定、スタンプライ、ハピタス宝くじ、クリックでゲット、メルマガゲット、買取でポイントっていうね、その他各種キャンペーンで獲得されたボーナスポイントに関してはカウントね対象外っていう風になりますんで、ポイントサイトの案件をね、いろんな案件をこなさないとこのゴールドランクにねなれないということで、ここがねハードル高いんじゃないかって思われる方ね結構いらっしゃるかなというふうに思うんですけども、こちらですねポイントサイトハピタスのPC のトップページなんですけども、上にねタブがいろいろあると思うんですよね。ショッピングだったりサービス、モニターっていった形ですね。でアンケート、でこのサービスっていうところにオンラインゲームコミュニティっていうのがねあると思うんですよね。こちらをクリックしていただきます。そうするとですねこういった感じでですね無料会員登録の案件がね非常にたくさん出てくるんですよね。まあこれからですね簡単に12件ぐらいね、まあ、選んでいただいて利用していただければ、このゴールドランクのね達成っていうのはねかなり簡単になるかなっていうふうに思いますので、またねスマートフォンアプリのねダウンロード案件っていうのが結構あるんですよね。そちらも結構おすすめで、本当にダウンロードして起動したらポイントもらえるみたいな、まあそういった感じでかなりねクリアしやすい案件がね出てくるかなっていうふうに思いますので、これをね見る限りだとですね、無料会員とかスマートフォンアプリのねダウンロード案件こなしていただければ、この12件っていうのはねかなり簡単に達成できるかなというふうに思いますので、挑戦してみていただければなというふうに思うんですよね。でもう一個ね5000ポイント以上の案件をね利用しなきゃいけないですよね。でもこれもですね過去12ヶ月に5000ポイント以上の案件を利用すれば達成っていった形になりますんで、まあ、こちらはですね正直かなり楽なのではないのかなっていうふうに思っておりまして、すぐね達成されたいっていう方がねいらっしゃいましたらですね、今現時点のおすすめの案件としてはまずこちらですね、 NTT ドコモの D カードゴールドクレジットカードですね。こちら年会費がね税込み1万1000円かかるねクレジットカードっていうふうになるわけなんですけども、こちらポイントサイトハピタスのねポイントで2万5000円分もらえるっていう風になりますんで、現金でねもらえば
25,000円分そのままもらえますんで、年会費がね11,000円っていう風になりますんで、まあ11,000円分だけ現金でもらって、その他 ANA マイルとか JAL マイルとかね、その他のポイントにするみたいなね、まあそういった感じで利用していただければですね、完全こちらは黒字案件っていう風になりますんで、ぜひね利用してみていただきたいなと思います。またね D カード側のねキャンペーンもかなりたくさんやっておりますので、こちらもね同時に利用していただきたいなっていう風に思います。またねクレジットカード案件ではですね、修行にもね利用できる某航空会社のねクレジットカード案件っていうのも出ておりますので、こちらねちょっと大人の事情でね名前とかポイント数とか言えませんので、ぜひね探してみていただきたいなっていうふうに思います。どうしても分かんなかったらですね、 Twitter DM 等々ねいただければお教えすることはできますので、こちらもねぜひ利用してみていただければなと思います。ということで今回ですね、ポイントサイトハピタスの会員ランクがねリニューアルされるということで動画ね解説させていただいたわけなんですけども、いやー最大ね 5% の増量がもらえるってかなりすごいですね。ポイントサイトにはですね、この会員ランクっていうのはまあ結構ねいろんなポイントサイトで会員ランクあるんですけども、そんなに大した特典がねありませんので、まあこの話もねちょっと前に聞いて、あそうなんだぐらいしかね私思ってなかったんですけども、ちょっと詳細が出たらですねかなりすごいって言った形になったので、またね会員ランクのね獲得条件もそこまでハードルが高くないので、ぜひねポイントサイトね利用されてない方も利用されている方もですね、ポイントサイトハピタスねぜひ利用してみていただきたいなっていうふうに思いますね。やっぱり同じ案件で同じポイントで案件がね出てた時にですね、ポイントサイトハピタスであればですね、同じ1万円分の案件が出てても交換した時にね1万500円1万400円になるんだったら、やっぱりねポイントサイトハピタスね利用したいなっていう風に思いますよね。まあ私の動画のチャンネルでもですね、いろんなポイントサイトの案件紹介させていただいているわけなんですけども、ちょっとね今後ハピタス寄りになってしまうかなっていう風に思いますよね。交換した時にねこうなるんだったらポイントサイトハピタスがいいよねっていう感じになりますよね。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとモームホテル、ヒルトモデルなどについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。